次に浮島智子君、浮島君。公明党の浮島智子です。よろしくお願いいたします。本日は文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案について質問をさせていただきたいと思います。まずこの法律案の基本的な考え方、そして思想についてお聞きをさせていただきたいと思います。この法律案の第2条の1項に、文化観光とは有形または無形の文化財、所産その他、文化に関する資源の観覧、文化資源に関する体験活動、その他の活動を通じて、文化についての理解を深めることを目的する観光を言うと規定がなされているところでございます。この文化観光という言葉には、文化資源を使って、そして世界から数多く観光客を呼び込もうというイメージが伴っていると思いますけれども、この新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、今、アジアからなどの観光客が途絶えているような状況の中で、この文化観光についても、文化のプロの目利きに対してどう発信するかも重要な点ではないかと私は思っているところでございます。で、その観点から大変示唆に富むイベントが昨年秋に京都でございました。で、これは9月1日から7日まで昨年行われたんでございますけれども、世界の博物館関係者が集った第25回国際博物館会議京都大会、アイコムでございます。世界から実に過去最高といわれる約4600名の博物館関係者が京都にお越しくださいました。で、これは約11年前になりますけれども、私が参議院議員のときに、日本では一度も開催されたことないこのアイコム、これを日本で開催をするべきだということを国会質問をさせていただき、また京都、そして関西の皆様の協力、連携をさせていただきまして、この招致が皆様のお力で大成功をさせていただいたところでございました。で、これまで世界で行われてきたアイコムでは、昼間の会議の終了後は、その地元の博物館等々の見学に行くということが恒例で行われていたようでございます。観光をするということだったんですけれども、今回のアイコムの京都大会では、さまざまな皆さんにご協力をいただきまして、能楽堂でお能を披露させていただいたり、二条城で現代美術の展示を行ったり、また閉会式には菊の会の日本の踊りを披露していただいたり、また着物を着て開会式に出たいという海外の方々には、着物をご希望の方でございますけれども、着物を着て閉会式に出ていただく、また日本の人形を廊下に展示する等々、さまざまな取り組みを皆様のご協力で行わせていただきました。そうしましたところ、アイコムに半世紀以上関わっている博物館の関係者たちの皆様から、こんな素晴らしい大会は初めてであるというお声をたくさんいただきました。で、これらのイベントを通しまして、このお能や日本の踊り、またエクスカーションにおきましては、2018年の豪雪で被害に遭ってしまったこのルーブル美術館の修復に使われているという福井の越前和紙の視察、また和歌山にも行っていただきましたけれども、日本初、世界初である和歌山県立博物館と、そして県立和歌山工業高校が連携して作成された触れる仏像のレプリカというのも発表させていただき、世界に発信をさせていただいたところでございました。そこでお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、この文部科学省文化庁にとって文化観光とは何か、また今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、アジア等からの観光客が途絶えているような状況の中でありますけれども、この多くの観光客を呼び込む文化資源という発想も大事であると思っておりますが、アイコム京都大会2019のように、世界の博物館関係者といったプロの方々、あるいはその文化の目利きがされている日本の文化に触れて、そういう方々が日本の文化に直接触れる、そういう交流の機会、これもしっかりと重視し、その推進を図るべきではないかと思いますけれども、ご見解をお伺いさせていただきたいと思います。萩生田大臣。本法案は文化観光、文化資源の観覧や体験活動等を通じ、文化についての理解を深めることを目的とする観光と定義しており、この文化についての理解を深めるのは、一般的な観光旅客だけでなく、ご指摘のようなさまざまな分野の専門家による文化交流も当然含まれると考えます。ご指摘のとおり、昨年9月のアイコム京都大会2019は、我が国において初めて開催したアイコムの国際大会であり、アイコムの歴史の中で最多の4600人の博物館関係者が120の国、地域から1週間にわたって参加をしていただきました。私も先生がかつてこのアイコムのことをすごく熱心に取り組んでいるのを覚えてます。大変お恥ずかしいんですけど、頃アイコムってなんだか全然知らなくてですね、先生がこのアイコム日本でやりましょうって言ったのを今でも私覚えてまして、その思いを貫いて、そして昨年は
副大臣としてなんと1週間京都に張り付いていただいて、世界の皆さんのおもてなしをしていただいたことを改めて感謝を申し上げたいと思います。そこでは博物館とは何か、博物館と地域発展など多くのセッションが活発に行われたほか、関西を中心とする多くの博物館が特別展を開催するとともに、能楽、日本舞踊などさまざまな日本文化発信行事も行われました。これにより世界中の博物館関係者に日本の有形無形の多様な文化の広がりと奥深さを実感していただいた絶好の機会となりました。文化観光を考える場合には、こうしたさまざまな文化の相互理解に資する活動も重要であり、文部科学省としてはアイコム京都大会2019を契機に、日本の文化芸術の発信に一層努めるとともに、大会で培われた学芸員による国際的なネットワークを将来に引き継ぐため、今後国際会議への専門家の派遣、若手学芸員の海外研修などですね、積極的に博物館関係者の国際交流に努めてまいりたいと思います。浮島君ぜひ全力で取り組んでいただくようお願いをさせていただきたいと思います。次に法案の具体的な中身についてお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、この本法律案の第4条拠点計画、また第12条の地域計画につきまして、分かりやすくイメージを示していただきたいと思います。文化庁今里次長。拠点計画、地域計画の分かりやすいイメージということでございますけれども、例えば例を挙げてご説明させていただきます。拠点計画につきましては、例えばある地方に民間の財団が設立した美術館があって、そこに日本絵画等の貴重なコレクションがあるものの、国内からの来訪者が中心で来訪者数も伸び悩んでいるようなケースがあると想定いたします。この美術館ではより多くの海外からの来訪者にも日本絵画の素晴らしさを伝えていきたいと考えており、こうした場合には美術館が観光事業者と共同で拠点計画を作成し、志村大臣による認定と支援を受けた上で、外国からの来訪者向けの分かりやすい多言語での解説やツアーの組成、 JNT による海外での宣伝を行うといった取り組みが可能となります。また地域計画につきましては、例えば地方自治体が中心となって当該地域にゆかりのある映画監督の映画制作時の資料等を展示した資料館を設置したものの、 SNS を通じて海外でも高い評判を得ているにもかかわらず、交通の便が悪くて来訪者数が増加していないケースがあると想定いたします。こうした場合にはこの自治体が観光事業者や地元の商店街等と連携して地域計画を作成し、志村大臣による認定と支援を受けた上で、バスの増便による交通アクセスの改善を図るほか、道路に映画の登場人物のオブジェや俳優の手形等を配置して、町全体を周遊できる環境を作ることで地元の商店街も潤うといったさまざまな取り組みを実現することができると考えてございます。浮島君。ぜひとも分かりやすく皆様にお知らせいただくようにお願いをさせていただきたいと思います。またこれらの拠点計画、また地域計画は主務大臣である文科大臣と国土交通大臣が認定することになっております。そこで主務大臣である文科大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますが、この文化観光の推進法案に基づき、拠点計画や地域計画を文科大臣が主務大臣として認定するにあたっては、ビジネス重視、インバウンドの数重視の姿勢ではなくて、日本の文化資源の価値をいかに世界に発信するかという文化戦略の観点を重視すべきだと私は思いますけれども、ご見解を伺いさせていただきたいと思います。萩生田大臣。本法案の第1条の目的規定にあるとおり、国内外からの観光旅客が文化について理解を深める機会を拡大することが第一に重要だと考えており、これに取り組むことによって観光旅客の来訪が促進されると考えております。このような考え方に基づき、本法案の第2条第2項の文化観光拠点施設の定義において、国内外からの観光旅客が文化について理解を深めることに資するよう、当該文化資源の解説及び紹介をすることを定めております。このため、拠点計画及び地域計画の認定にあたっては、観光旅客が文化について理解を深められるよう、文化の観点と観光の観点から適切に目標が定められているか確認することとしており、具体的な目標としては、国内外に来訪者の増加のみならず、文化資源の価値の解説紹介による来訪者の満足度が重要だと考えております。また、文化施設のみでは難しい世界の情報発信については、そのノウハウのある観光地域づくりの法人や観光協会、旅行会社などの文化観光推進事業者との連携を必須とするとともに、日本政府観光局の協力を得て進めることとしております。浮島君。
先ほど申し上げさせていただいたとおりに、この和歌山の取り組みでございますけれども、この地域としっかりと連携し、また世界に発信されたという素晴らしい取り組みでございますけれども、同時に現在、高校が地方自治体や高校教育機関と産業界等々の共同によって、地域の課題の解決など、探究的な学びを実現し、地域振興の核としての高校の機能強化、これを図るための議論が中教審で今行われておりまして、そのための地域の共同による高等学校教育改革推進事業、これも来年度2年目に入るところでございます。そこでお伺いをさせていただきたいのが、この地域の文化を支える人材育成にとって、この和歌山の工業高校のように、地域と連携した高校と、これは重要であると思います。また今回の推進法案では、この文化観光の推進と現在の中教審で審議されている地域振興の核としての高校の機能強化との相乗効果を図るために、どのような役割を果たすのか、ご見解を伺いさせていただきたいと思います。今里次長。本法案は文化観光拠点施設を中核として地域の関係者が連携する仕組みづくりを行うものでありまして、地域の高等学校との連携もその一つとして考えられるところでございます。具体的には、例えばご紹介いただいた和歌山工業高等学校のように、高校の専門性を生かして文化支援の魅力を高めることや、高校生がボランティアとしてガイドツアーを実施し、来訪者が文化についての理解を深めることに資することなどの取り組みが考えられるところでございます。このような高等学校と文化施設が連携した取り組みを拠点計画や地域計画で行う事業の中に位置づけて実施していくことは、本法案の趣旨に沿うものであり、また先生ご指摘の現在中央教育審議会において審議されている高等学校における地域社会との共同による教育の在り方の議論とも方向性を同じくするものと考えてございます。浮島君。この本法案に基づきまして、文化観光推進施策を進めるにあたっては、この主務大臣である文科大臣と国交大臣の緊密な連携、これは不可欠であるということは言うまでもありません。で、またその他地域の要望に適切に応えていくためには、本法案に関する各種事業に関する企画立案業務に関しまして、環境省、また経済産業省、また警察庁、これは道路の使用などにかかってきますけれども、このいろんな関係省庁との幅広い調整等を行うことが必要であると思いますけれども、ご見解をお伺いさせていただきたいと思います。萩生田大臣。その通りだと思います。ぜひとも連携を密にしていっていただきたいと、お願いをさせていただきたいと思います。で、話題をちょっと変えさせていただきたいと思いますけれども、次には新型コロナウイルス対策についてお伺いをさせていただきたいと思います。大臣の方からは、この学校の一斉休業につきましては、子どもたち、また関係者にさまざまなメッセージを発信していただいております。で、また私も党の方で新型コロナウイルス感染対策本部と文部科学部会の合同で、各いろんな文化団体、スポーツ団体からもヒアリングを行ってまいりました。で、そこで団体の皆様からいただいた多くの声というのは、もう皆さん不安に思っているのはもちろんでございますし、切実であるという声もいただいております。ただ皆さんがおっしゃるのは、文化庁から発信が全くない、またスポーツ庁か、また文化庁長官、スポーツ庁長官からの直接なメッセージ等々の発信がないので、とても不安に思うと、こう寄り添う気持ちが伝わってこないという声もたくさんいただいているところでございますけれども、この寄り添うという観点から、しっかりと私は文化庁長官、またスポーツ庁長官が表に出るべきだと思うのと同時に、しっかりと寄り添うメッセージを発信するべきだと思いますけれども、ご見解をお伺いさせていただきたいと思います。萩生田大臣。その前に今、前の質問で、そっけなく答弁をしてしまったんですけど、それ先生がですね、多分こうやってそのさまざまな省庁横断の連携が文化庁の仕事として増えていく中で、京都と東京と大丈夫かということを聞いてくれるのかと思って、次用意してたんですけれど、そういうことの支障のないようにしっかり連携していきたいと思いますし、私、率直に申し上げて、やっぱり東京で調整しなきゃならない仕事もありますので、その辺またいろいろ目配りをしていただければありがたいな、そんなふうに思ってます。昨日の閣議後会見の場でもお伝えしましたが、文化、スポーツの大規模イベント等の自粛については、関係者の皆様がスポーツや文化の日は絶やしてはならないとの使命感の一方で、感染拡大の防止の観点等から検討してご英断をいただいた結果であると考えており、改めて文化スポーツ団体の皆様に敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。スポーツや文化の持つ力は、時に私たちに勇気を与え、時に私たちの心を癒すものです。この困難な時こそ、日本が元気になるために必要なものです。
私としてもこの国のスポーツや文化の素晴らしさを我々が共有することはもちろん、次世代につなげていくためにスポーツ界、文化芸能界の皆さんと一緒になってこの困難を乗り越えていくことが重要と考えております。この度重要なご指摘をいただきましたので持ち帰らせていただいて、文化庁の長官、スポーツ庁の長官、それぞれの思いが現場の皆様にもしっかり伝わるようにしっかり対応を検討したいと思います。はい、島君、ぜひとも連携をよろしくお願いいたします。でここで私、文化庁にお願いをさせていただきたいのが、1935年の世界大恐慌の時、このニューディール政策ですけれども、第二次ニューディール政策 ではルーズベルト大統領が、劇場プロジェクト、芸術プロジェクト、著作家プロジェクト、こういうものを立ち上げまして、短期間で一度に300万人の雇用を提供しました。そして1943年に廃止されるまで合わせて900万人救済されたと言われております。でこの時に今のブロードウェイ、そしてハリウッドができたと言われておりますけれども、こういう大切な時こそしっかりと私は文化庁が先頭に立って、もう応援隊はたくさんいます、みんな応援をしているので、文化庁が先頭に立ってしっかりと気合を入れて我々についてこい、大丈夫だというふうになっていただきたいと思いますけれども、通告はしていないんですけれども、その点について次長からお言葉をいただければと思います。はい、今里次長。委員ご指摘のように現在非常に文化芸術のイベント等について辞職を要請しているところ、また学校での鑑賞教室などがなくなり、子どもたちの芸術に触れる機会、こういったことは減少しているというのは状況でございます。ただこれはそういうことがこの今の現下の状況、自粛を要請しているような状況がいつかは当然のことながら急に復するというふうに考えております。その時こそ今まで失われてきた機会を回復するのみならず、これをステップボードとして先に進んでいく、そのために文化庁を先頭に立って進んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。島君、応援隊はたくさんいるので、ぜひ自分たちがやるんだという気合を持ってやっていただきたいと思います。で最後に日本人留学生についてお伺いをさせていただきたいと思います。私のところもにもたくさん声をいただいておりますけれども、世界の多くの地域がこの感染危険レベル2になりまして、該当地域への日本人の留学生、ジャストの奨学金は停止をされ、帰国経費等の自己負担が強いられていることに加えまして、日本政府は欧州米国等に対して帰国後14日間の自宅等での待機、また公共交通機関を利用しないことを要請している中で、この奨学金の停止を解除すると現状の奨学金の取り扱いについて柔軟化する必要があると思いますけれども、大臣のご見解をお伺いさせていただきたいと思います。萩生田大臣。海外に留学する日本人学生に給付する日本学生支援機構の奨学金においては、これまで派遣学生の身の安全や健康を守る観点から速やかな帰国を促すため、留学中の感染症危険情報レベルが2以上となった場合、奨学金の支給を停止することとしておりました。一方で、学生から奨学金の継続の要望が上がっていることも承知をしておりますし、昨日、紀先生はじめ野党の皆さんからも同様のご指摘をいただきました。このため、文部科学省において、日本学生支援機構とともに検討しまして、レベル2以上となった国、地域に留学中の学生が、速やかな帰国が困難な場合、奨学金による支援を継続すること、留学中にレベル2以上となり、やむなく帰国した学生が帰国後もオンライン等により留学先大学の学習を継続している場合、支援を継続することを決め、昨日、その旨を文部科学省ホームページに掲載するとともに、日本学生支援機構や各大学等を通じて、学生の皆さんに周知をすることとしました。引き続き新型コロナウイルス感染症の流行状況をしっかりと踏まえながら、関係省庁とも連携しつつ、必要な対応を迅速に行っていきたいと思います。島君。ぜひともしっかりした対応をお願いしたいと思います。また学生さんたちに対してましては、分かりやすく SNS を通す使うなどとして、しっかりと対応していただきたいと思います。また、一言だけお願いなんですけれども、この帰国後14日間、自宅やホテルで待機ということで言われておりますけれども、私のところにも声があるのが、空港に戻ってきた、じゃあどっかに泊まろうと思っても、ホテルがいっぱいで泊まれない、で公共機関を使っちゃいけないっていうんですけれども、自宅にも帰ることができない、で歩いて帰らなければ
いけないのかと、このどうしたらいいのかという切実な声が出ているのも事実でございますので、しっかりとこの帰国した留学生に対しても、しっかりと対応できるようにしていただきたいと、最後、要望を申し上げさせていただき、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて本案に対する質疑は終局いたしました。速記を止めてください。手続きであるということを言っていただいて、呼び込みしないということですね。ですので、退席してますって、山本議事をすみますということで、入っていただいています。答えがなくなります。それは適切だから全部含まれてるって。呼び込みだけやります。呼び込みだけはやりますか。いや、買わなくても、買わせただけでどうですか。それだけで、もうそれで、いや、もうそれでいいです。入ってっても、いや、入ってくるのもさ、いいんですけど、買わない、為替だけしていただいて、いやいや、ないだろうけど、まあ明日の本会議まで入ってから、すいません、じゃあそんなことで顔だけ見てやっていただいて、すぐでしょ、すぐしかって、そこまで誇張したからね。どうぞ。別なんで、別なんで、まだ先続くんです。はい。
はい、確認通り。どうしますか、もう急いだ方がいい、いやいや、なんかご説明だけしてもらえないですか。ああ、そうかそうか、いいですね。やっぱり手分けしてこそこそって言うしかない、言われると。どうぞ作成してください。旗野さん待ちだ、はい。説明します。今の方は、担当が、した方ですね。はいはいはい、当然採決には合意しています。ぐらいだと思います。全員賛成の法案であることをまず申し上げます。ただ、要は学校休校問題について、政府で行われた連絡会議に、文科省から提出をした資料、それを、与党の皆さんは速やかに出して、それは大学で取りまとめた会議の資料というのは、最終的に大学で取りまとめて提出するものですから、それを踏まえて提出する対応します。そういうことを冒頭、大臣も表明されました。一応、大臣。はい。はい。そのところが、残念ながら、速やかに出すということで、取り合わず、確認が出ていかれたという状況でありまして、私は丁寧に、まず対応してまいりましたが、いよいよ最終段階なので、どうするかということを、はい、はい、すいません、はい、大切です、はい、それで、一応、確認が否定されるということですね。
先生いいのかな。はい、はい、すいません。はい、はい、はい、いいですか。すいません。ということで採決に入らせていただきます。はい、速記を起こしてください。ただいま、立憲民主国民社保無所属フォーラム及び日本共産党所属委員が退席されました。やむを得ず議事を進めます。これよりと、はい、言いました。これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので直ちに採決に入ります。内閣提出文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律案について採決いたします。法案に賛成の職員の起立を求めます。起立総員よって、法案は原案の通り可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこの日で参加いたします。